さんです。今日はね、天満に来ています。今からね、気になってたあのお店に行ってみたいと思います。ちょっとご覧ください。天満駅降りてすぐなんですけども、ちょっとね、姉さんの後ついて行ってみようと思います。です。あった、もう着きました。到着。させていただきました。今からけんぼちゃんと乾杯します。めちゃ久しぶり飲みますよ私。はい、では乾杯です。いただきます。お疲れ様です。完璧な生ビール、美味しい美味しい美味しい。スムーズに入れてよかったですね。超人気店みたいで、ね、すごい、結構早い時間に来てもきっとここはいっぱいなんでしょうね。えらいものが来ましたよこれ。イエーイ。これはね、めんどくさいポテトサラダ、自分たちで混ぜ混ぜしたり潰したり何でもできるそうなんですけど、中に卵と、見えないけどちょっとこれじゃがいもそのままゴロンと入ってるのと、コーン、玉ねぎ、きゅうり入ってます。じゃあ食べていきたいと思います。やった。いただきます。ホクホク感ですよね。伝わったらいいんですけど、いただきます。あのね、お店で食べてるんですけど今自分が作ったみたい。めちゃ熱くて美味しいです。芋感最高です。これは絶対頼むべきですね。めっちゃ美味しいです。使った、はい。めんどくさいポテトサラダ、ユミさんがもう仕上げてくれたんで全然めんどくさくないです。ちょっといただきます。これね、目の前で作ってくれたんですけど、あったかいですね、まだね。あのね、愛情も入りません。あれ、ユミさんの愛情いただいてる。あれ、あれ、いただきました。すごく持ってるんですよ。全部が全部綺麗に混ざってるっていうのもやっぱ美味しいんですけど、ところどころ偏りがあったり、なんかその人の特徴が出たりするのはやっぱり私好きですね。美味しい。雑って言ってます？雑なんじゃなくて、ね、そこにしか、それしか食べれないっていうのが価値がありますね。優しい。最高。はい、でんぐしは食べ方がありまして、1本目はそのピラミッドの一番上ですね。そのまま食べてっていうことでなってますので、そのままいただきます。はい、でんぐしいただきます。おいしい、おいしい、おいしいよね、それ。普通の鶏皮じゃないです。なんか下味つけて皮をやってる感じで美味しい。めっちゃテンション上がってますね。マジ美味しいです。甘辛いあのタレでなんかお風味がうまく残るようになってますね。ゆみさんも食べてください。またフライングして食べそうになったんでちょっと叱られましたが、私も食べたいと思います。でんぐし、はい。へー。
美味しそうです。もう見るからにごまがいっぱいかかってますね。いただきます。あ、美味しい。普通の鶏皮とはちょっと違う、うん、全然違います。なんかおつまみでもいいし、おやつにもいっぱい食べれそう。軽いですよね。なんかベタベタしてないし美味しい。カラッと揚がってて、うん、それそれベタベタしてないです。うん、うん、行儀悪くてすみません。そうですね、顔切るタイプ。もう食べたことないや、めっちゃ美味しいです。大満足。はい、美味しい。はい、デング串2本目以降はスパイスをかけると美味しいらしいんで、スパイスをかけていただきます。2本目以降あのスパイスかけてくださいって書いてあるんですけど、若干かかってて、その甘い風味、甘辛い風味が好きな人をかけた方がいいです。いいパンチギリギリ。これデング串の味をもう私かなり好きです。昔食べたのよっちゃんとか珍味とか駄菓子メーカーの作った甘酸っぱい辛いみたいなあたりの珍味の駄菓子って高いんですよ。それと同じぐらいの価格で食べれますから、めっちゃ美味しいですよ。ほんま美味しそう、うん、お土産って自分にお土産したい。はい、気になってた台湾豆腐いただきます。硬さはどんなもん。あ、意外としっかりとした形。いただきます。これが一つなんだ。いただきます。どうどう。美味しいですよ。木綿にすることによってお豆腐の濃厚さっていうのをさらに出してくるっていうのがねポイントっすね。さっぱりさも増してきます。ハイボールが150円なんですけど、がっちり味します。めっちゃうまいですこれ。今ね全然知らずに飲んでたんですけど、ハッピーアワーがもう今ラストですって言って、そうなんですかって、1杯いくらなんですか。90円でした。あ、やばいっす。マジか。はい、新時代さんいただいてきました。デング串の出来がもう相当やばかったです。他のメニューも美味しかったですね、うん、満足満足最高です。はい、まだ来るよ私。そうですね、すぐ来る。日常使いというか日頃から使いやすいお店だと思います。ぜひ皆さん、お立ち寄りくださいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございますです。はい、次に行くお店はね、ユミさんの後についていったら着くらしいんで、後ろをついていきましょう。行きます。はい、到着したようです。はい、あずき色のマーカスさんですね。ずっと行ってみたかったお店なんでね。はい、ユミさんと一緒に行ってみようと思います。でーす、おしゃれっすね。マーカスなとかなんかちっちゃい通みたいな見えるかわいいですよ。はい、行きましょう。1杯目は、角ハイボールと、これ隣なんでしたっけ。これね、ザクキレモンちゃいますかね。はい、チューハイですね。めっちゃうまそうです。はい、すごいよ、何個入ってる。1個、ね、ちなみにこの AZMC って書いてあるのなんていう意味ですか。あ、小豆色のマーカス。
さんもいます。ドビンゴですよね。それ私が気づいたんですよ。すげえ。飲みましょう。はい、はい、お疲れ様です。あずき色のマーカスです。でもいっぱいです。今日レモン。なのでオレンジチューハイです。確かにこれいっぱい飲みたくなるもんね。美味しいよ。はい、ユミさんがホタルイワシ。ホタルイワシですからね。ね、いただいちゃいますね。何匹入ってるんでしょうぐらい。はい、ありがとうございます。この自家製柚子胡椒を乗せた、乗せたよ。いただきます。超美味しそうなんですけど、いただきます。ありがとうございます。結構グルメと比較されることが多いらしいんですけど、うん、グルメだったら炙って食べたりするんですけど、めっちゃふっくらですよ。上の風味ですね。うん、楽しめる。すごい。生グラサも全然ないし、めっちゃ美味しい。これハマる。柚子胡椒。そうですね。柚子胡椒ちょびっと乗せて、これね300円なんですよね。え？ですよね。これめっちゃ美味しいですよ。ね、お酒大分進みます。ですです。これ。あんは魅力的すぎる。美味しい、はい、おすすめです。絶対食べてください。あのメニューの一番こう読めないっていうのがあったんですけど、あの今日ねラストの、ね、方がいらっしゃいました。その方が最後のお料理されるから最後の一品っていう結構記念すべきお料理ですね。楽しみですね。ね、また新しいところで活躍されるそうなので。ほんまですか。聞きました、聞きました。聞けないけど、やるそうだと思うので応援したいと思います。はい、楽しみです。はい、今日が最終日 あの料理人の方が、最後の一品というメニューで、はい、お作りいただきました。はい、うまそうすぎます。はい、はい、三好亮さんの最後の一品、ハモと、冬瓜ですねのお吸い物になっております。めちゃくちゃ美味しいですよ。いただいてます。はい、ハモとお出汁を入れて、ハモと三つ葉をユミさんのところにね、はい、うわ美味しそうやろこれ。ハモと全部出しちゃう。やばです。びっくりだね。冬瓜切った、なかなか冬瓜食べれる機会がないから嬉しい。心が落とすみたいな。いただきます。冬瓜が相当美味しいらしいんで。ちょっとね、三つ葉の風味して、ハモの風味を最後するんですけど、めちゃくちゃうまいですね、これ。ガバって食べないよ。ちょっとお出汁いただきます。庄内大根の旨煮。今日はね、庄内のお野菜が、美味しいらしいですけども、しみしみですよ。いただきます。幸せそうやな。なんか幸せそうやわ。にくいわ。どうなんですか。何も言わない。続けて食べやはるんですね。
めちゃめちゃ美味しい。シンプルな感想ですよね。絶対美味しいもん、いい香りでなんかね、家で自分でやるのと比較すればそれほど寂しくなるんですけど、やっぱ美味しいですね。料理上手やけど、それをこしちゃうんだよね。だいぶ美味しい。なんか食べるのがもったいないぐらい、なんかテリテリの綺麗。ありがとうございます。いただきます。あ、おいで。なんか名前で選んだんですよ。だいぶうまいっす。今日来てるこう、あの本当になんかあの優しい感じの味付けのあのお料理にはぴったり合ってきますね。はい、あずき色のマーカスさんいただいてきました。めちゃくちゃこれだ。ねえ、はい、もう、うん、こう味の一つ一つのなんか丁寧さとか、なんかお料ねえお料理なんか丁寧に作ってるんで、美味しかったですね、本当で。もう酒飲みの心をえぐりまくってるんですね。丁寧なお料理でえぐってきますんでね。しかもなんか一口一口美味しいってね、染み入る感じだったんですよ ね、お吸い物の味の奥行きとかやばかったです。最後まで味変わってきたりとか、自分が作った、はい、お汁とは全然違います、ね、ですね。そりゃそうか。まあ、今日一緒にね、由美さんと来れてよかったです、はい、最高です。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。